して生きていく。どうも、ハイミユです。皆さん、うつうつとしてませんか？私はしていますというところでございます。今回は久々のアンケート企画、ミュージカルの元気になるセリフ、歌詞についての特集でございます。こちら聞いていただいて、ぜひ心のうつうつ吹き飛ばしていただけたらと思いますし、今度そのミュージカルでそのセリフが出てきた時ね、今まで以上に元気になれるといいなと思ってこの動画を撮影しております。それでは早速読んでいきたいと思います。元気が出るようにパワーを込めて読んでいきますよ。最初はペンネームのんちさんより、作品は美女と野獣、セリフは今の私が好き、好きな理由、ベルが歌う A Change in Me の歌詞です。相手を認めることよりも自分の頑張りを自分で認めることって難しいなと社会人になってから思うようになりました。仕事でミスをすると自分ってダメだな、なんでこれもできないんだろうと自分を責めてばかりいました。でもこの歌詞を聞くと自分を大切にしてあげようと温かい気持ちになります。そしていつか今の私が好きと胸を張って言えるように素晴らしい人生にしていきます。みゆさん大好きです、いつも YouTube 見ています、これからも応援してますといただきました。ありがとうございます。この動画でね、ぜひ元気になっていただければというふうに思います。そしてこの今の私が好きという歌詞、素敵ですよね。私、美女と野獣のあまたあるセリフの中で自分元気がもらえるであったり、明日も頑張ろう、今を頑張ろうって思えるセリフの一つです。この今の私が好きっていつでも思えるんですけど、なかなか自分のことが好きだなって思えないと思うので、例えば練習するとしたら、誕生日の日とかね、お母さんの誕生日の日とか、こう異なるタイミングで、あ、今の自分ってこういうところが素敵だなっていうところを自分で噛みしめて、自分のことを愛していければいいかなというふうに思います。元気が出るセリフですね。ありがとうございます。続きまして、あゆみさんより、人間になりたがった猫、セリフは頭一つでこの世は全て思うまま、知恵を使って気分を変えりゃいつでもハッピー、そうさ、気分一つでこの世はいつもバラ色さ、知恵を使って気分を変えりゃ心が踊るさ。私これわかります。とヒロインの女の子が、材料が足りないからシチューを作れないのと言った時に、主人公と一緒に旅をしていたおじさんが歌ってくれる歌です。考え方一つ、物の見方一つで毎日が違って見えるんだということが心の支えになります。そうですね、本当に毎日毎日同じことの繰り返しでつまらないって思うこともできるけど、毎日本当に同じかなって思ったら、やっぱこう飛んでるね鳥の数も違えば、道を歩いてる人も違えば、そこで売ってコンビニとかでね売ってるものも違えば、毎日何かが違うので、その変化を楽しめるとより毎日が彩られてくるような気がします。ありがとうございます。続きまして、花さんから、同じく人間になりたがった猫の、同じですね、気分一つでというセリフを挙げていただいています。理由は、空を見上げりゃお天道様はキラキラ、気分一つでこの世はいつもバラ色さ、ただただ前向きな歌、ファミリーミュージカルの歌は大切なことを教えてくれるので大好きですといただきました。ありがとうございます。ファミリーミュージカルは子供に分かりやすいっていう部分もあるかもしれませんが、分かりやすいイコールね、より心に染みやすいのかなと思いますので、改めてファミリーミュージカルのサウンドを聞いて、でセリフもね噛み締めてみると、毎日がより楽しく、うつうつとした気持ちもパーンと晴れる部分もあるかなと思います。ありがとうございます。続きまして、フランダーさんより、リトルマーメイドいただきました。セリフは、元気があれば何でもできる、スカットルが歌う前向きに、真上向きに、真上向きに、もうなんだかわかんなくなってきた、前向きにで歌われるセリフ。前向きにもめっちゃいいですよね。私はタンギさんかなでよく見てましたが、リトルマーメイド楽しいし、アリエルも一生懸命、そのね、ビジュアル的にも歩くように頑張ろうってしてる姿だったりとか、もう周りの一緒ね、カモメたちも一緒に踊ってたり、あーできないってね、難しいって思うことでも、基本的にそれがね、できるようにポジティブに頑張っていけば、いつかできるよっていうね、アリエルみたいに立って歩けるようになるよっていうところも含めて、ちょっとずつちょっとずつ難しいことにもトライしていける、そんな元気が出るセリフだと思います。ありがとうございます。続きまして、花さんから、マンマミーヤの夢があるから I have a dream いただきました。こちらソフィーが始まりと最後に歌うこの曲が大好きです。ソフィーのこれからの期待と不安と夢とたくさんの思いが詰まっていて、最後本当に感動しますといただきました。 I have a dream、 この夢叶えて、お願い、勇気出してやってみようっていう、そのこれから起こることは、どういうことが起こるかわかんないけど、やってみないことには始まらないしっていう、そのソフィーのね、アクティブな部分も静かな曲調ですが含まれる素敵なセリフ歌詞だなというふうに思います。
ママミーヤね、そう作品自体がすごい元気が出るので、また毎年思ってるんですけど、再演してほしいなと思いますね。ママミーヤもし再演されることがあったら、みんなで見に行って、あの最後サイリウムね振って、みんなで踊る素敵なカーテンコール堪能して元気チャージしたいですね。ありがとうございます。続きまして、サイモンさんからキンキーブーツです。もうサイモンさんってそのままじゃないですか、素敵ですね。はい、サイモンさんからは、みんな12ステップのプログラムは聞いたことあるわよね。でも12ステップでできることは6ステップでできるの。つまりこうやるのよ。1、終え真実。2、学べニュー。3、自分受け入れれば人も。4、愛を輝かせ。5、プライドを掲げ。6、自分が変われば世界も変わる。 Just be、 なりなさい自分がなりたい人に、という歌詞いただきました。こちらはミュージカルキンキーブーツのラストで歌われる Just be という曲のセリフと歌詞です。このセリフと歌詞を聞くと前向きになれるし、何より自分らしく楽しく生きていこうという気持ちになれるので大好きです、といただきました。ありがとうございます。私ね、あのショート動画で自分の好きなセリフ歌詞っていうのを上げてたことがあったんですけど、それで私の好きなそのセリフとしてこの Just Be を上げました。これすごくいいですよね。本当にこの12のステップがあって6のステップでいけるのよって言った時に、その登場人物たちが一人ずつこうかっこよくね、キメキメで言っていくところも、ビジュアル的にもビシビシ元気をもらえますし、この内容にもすごく元気がもらえると思います。キンキーブーツは本当、登場人物一人一人の自分への誇りみたいなところが本当にキラキラ輝いてる作品だと思うので、ぜひね、ミュージカルじゃないバージョンの映画もありますし、ミュージカル版も円盤になってるかな、海外の日本語吹き替えとか字幕とかないと思いますけど、海外版のブルーレイがあった気がしますので、ぜひ気になる方は見てみていただきたいです。日本でもね、ミュージカル再演されたらぜひ見に行ってみてください。私まだ行ったことないので行きたいです。続きまして、ショコラさんよりウィキッドいただきましたよ。なんて素敵、魔法使いが私に愛を運んでくれるわ。元気がない時にここからついに実るわ。私の夢まで一気に歌うとめちゃくちゃ元気が出ます、おすすめです、といただきました。歌えるんですか？私多分この音出ないと思うんですけど、本当、なんて素敵、魔法使いが私に愛を運んでくれるわって、もう自分の未来がたとえ日々虐げられてたとしても明るいんだって思う、あの時のエルババ。しかもこう周りのね、景色もちょっと緑と青とのね背景がありながら、横にこう2つの装置が置かれて、ちょっとこうリミットを感じるような制限があるような形の舞台セットなんですけど、そこからバーってね、キーターでこうバーっと舞台が開けるのが私は大好きなんですけど、伝わりますか？伝わりますよね。ありがとうございます。本当、あのエルババの開放的な自分の未来への明るい眼差しを思い出しながら、ぜひ聞いてみましょう。ありがとうございます。続きまして、個室のスウィートさんよりお久しぶりです。ドビキッドから、でも今日はひとまず置いといて、お祝いのパーティーよ、をいただきました。ありがとうございます。ビキッドに今クミューさんならわかるはず、わかります、ありがとうございます。とにかくこれ、仕事でもプライベートでもなんか今日しんどいなと思ったら、今日はひとまず置いといてっていうと、肩の力が抜けて頑張れるし元気になります。良い魔女グリンダの言葉から元気づけられている、そんな私はエメラルドシティの住人です、といただきました。エメラルドシティのね、住人だったら拍手はこうしていただければと思います。これの動きもなんかよくわかんなくて元気が出るような気がするんですけど、グリンダのね、今日はひとまず置いといてお祝いのパーティーよっていうのは、まあ、現状ちょっとこうエルババという悪い魔女に恐怖怯えている住人を一旦落ち着かせるためにグリンダが言うセリフですので、まあね、自分のね、あ、ちょっと今日今不安かも、あ、ちょっと明日これやるけど、でも今日はひとまず置いといてっていい考えですね。私もこれは採用したいと思います。ありがとうございます。そして個室のスイートさんよりウィキッドから大嫌いいただきました。これびっくりしたんですけども、理由が素敵なのでちょっと読ませていただきます。この歌のすべてダイレクトに嫌いを伝えるこの曲、タイトルだけだとマイナスな言葉かもしれませんが、新学期でのクラス替えだったり部署の移動や新しい環境で初めての人と出会う機会が多いこの季節、あー、この方とは仲良くできないかも、顔を見るのも嫌だって思う人ももしかしたらいるかもしれませんが、物事を違う角度から
から見たら、もしかしたらこの人と仲良くなれるのかもと思うと、なんだか人生楽しくなって元気になります。ここから全てが始まって、ウィキッドの最後ですね、フォーグッドの関係みたいになるようにというふうにコメントいただきました。これすごくいい考え方だなと思って、大嫌いって本当顔さえ見たくない、あっちへ放り出す、私にはダメ、耐えられない、嫌いっていう、すごい結構辛辣なねセリフなんですけど、なんでこれピックアップされたんだろうなと思ったら、ウィキッド全体をね分かってらっしゃる。やっぱそういう風に思ってた2人でも親友になれて、かけがえのない友達同士になれたっていうことを私たちは見てるじゃないですか。ウィキッドから学ぶこととして、やっぱ大嫌いだった人でもいろんなことがあって、その人も抱えてるいろんなことがあって、ちゃんとそれを知ったら仲良くなれるかもしれないって、大嫌いからそれを学び取る個室のスイートさん、何者、素敵な考え方だと思いました。私もこれからちょっとこの人苦手かもなって思ったら、この投稿を思い出そうと思います。ありがとうございます。続きましても、個室のスイートさんから本当にありがとうございます。すごい元気になるセリフたくさんご存知で、ウィキッドから、できるわ必ずできるわ、魔法使いと私に出てくるこの歌詞はコンプレックスすらポジティブに変換する魔法の言葉だと私は思っています。彼は言うのよエルファバ、お前は素晴らしい。こうやってエルファバみたいに成功例や夢や希望や目標を達成する瞬間を思い描くと心が元気になります。なるほど。なので自分が想像している一番ベストの状態をこうちゃんと想像して、かつそれは自分を褒めてくれるだったり、自分が評価されているっていうのを想像すると、それになるように頑張ろうって思えるっていうことですよね。もうめちゃくちゃ個室のスイートさんとお話ししたい。私すごい素敵な考え方ありがとうございます。もう全部素敵ですね。本当にできるわ必ずできるわ、自分の中でもね、自分の可能性は無限大だし、ちゃんと私はできるって思うこと、そしてそれを想像して自分のねことをちゃんと評価してくれてる、あ、こうやってこうなりたい私はっていうのを描いた上でちゃんと進んでいくっていうことですね。ありがとうございます。すごく強くなれるし、自分のことを信じるっていうのは、これもまた先ほどのようにできるようでできなかったりすると思うんで、まあ、口に出してみるっていうのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。続きまして、まる姉さんからウィキッドです。俺たちは星くず、くずだけど星でもあるよ、楽しもう、踊ろうよ、星くずが手を取り合うんだ、をいただきました。ありがとうございます。人生を踊り明かせの歌詞の一文です。学生や社会人、年齢を問わず、みんな少なからず今自分が置かれている現状に悩んだり苦しんだりしていますよね。特に新年度はそれを一番強く感じる時期だと思います。そんな時にこの曲を聴くと、ちょっと頑張ってみよう、もう少しやってみようと前向きな気持ちになります。個人的に朝に聴くこの曲は最強だと思っています。あさり先生が訳された日本語版の歌詞が秀逸ですよね。人生を楽しもうという気持ちをダイレクトに感じられる素敵なフレーズ。個人的な考えですが、あさり先生の人生は素晴らしい、生きるに値するを表しているのではないでしょうか。この歌詞は今の自分を肯定し、そっと支えてくれている大切な言葉になっているから大好きです。長文乱文失礼しました。ウィキッド待ち遠しいですね、といただきました。ウィキッド8月15日からですよ。待ち遠しいですね。本当ダンシングスルーライフ、人生を踊り明かせは本当にメロディーを聴いてるだけでも元気になる。テデンテンテンテテ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 、めっちゃ元気になりますし、こう一人のねフィエロっていう人がいて、周りがどんどん楽しそうに踊り始める、あんなフィエロみたいになりたいですねって思いながら、まあ、この曲を聴いて、フィエロに影響される周りの学生の気持ちで聴いても元気になるかもしれない。本当一つ一つのセリフ噛み締めて聴くと、この曲長いですしね、よりこうチャージできる時間も長いっていう意味で考えると、皆さん明日の朝人生を踊り明かせを聞きましょう。はい、元気になれる歌詞セリフの投稿ありがとうございました。続きまして、ほのかさんよりウィキッドから、あなたにとっては秘密でもそれは真実ではないわね、をいただきました。エルファバがグリンダに自分の秘密として、妹の足が悪いのは自分のせいだと打ち明けた時に、グリンダがエルファバに対して言うセリフ、私自身良くないトラブルが起きた時に自分のせいではないかと自分を責めすぎてしまうことがよくあるので、そんな時にもしかしたら私のせいじゃないかもと前向きになれます。物の見方を変えるということをご自身でね噛み砕いていただいてるのかなと思いますが、全部自分が悪いかも、あ、自分、あ、した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 
ってなるとね、やっぱうつうつとしてしまうので、冷静になるためにも一旦こう客観視するっていう意味でも、それはもしかしたら私のせいじゃないかも、よく考えると、あ、ここにエラーがあったかもみたいな気づくきっかけにもなるかと思いますので、こちらのセリフに関してもよりカミカミしていただければと思います。ありがとうございます。続いてシロさんより、ウィキッド魔法使いと私から、前を向いて進むのよ、光り輝く明日へと、をいただきました。こちらもパワフルソング。ウィキッドの主人公エルファバが自分の持つ力への可能性に希望を見出して歌う曲です。私自身この春から新しい環境になりました。おー、新ゾーン突入おめでとうございます。大変ですね。頑張ってますか？頑張ってますよね。いいと思います。まっすぐ進んでいきましょう。どこ読んでるか分かんなくなりました。はい、慣れるまでやはり不安なことは多いですが、毎朝この曲を聴くと自然と前を向いて歩くことができています、といただきました。そう、自分のねことを信じてまっすぐ進んでいくっていうのを、この曲を BGM にすると、あれ、私エルファバみたいな気持ちで進んでいけるかなとも思いますし、本当前を向いて進むのよって、もう本当にその言葉の通り、光り輝く明日へと、明日を光り輝かせるのは私だよぐらいの気持ちでね、前を向いてずんずん歩いていっていただければと思います。新しい生活大変だと思いますが、頑張りましょう。続きまして、ハイミユさんのキラキラをもらって沼になったビビさんより、ビビさんね、以前の動画でハイミユさんのキラキラが欲しいみたいな、ペンネームで投稿してくださって、キラキラをねお伝えしましたが、よかったです。沼になっていただきましてありがとうございます。なかなか液体から回復しませんね、ビビさんは。ビビさんはですね、ウィキッドいただきました。ダメ、耐えられない、嫌い、何から何まで嫌なのよ、お前は目障り、顔さえ見たくない、俺たちには近寄るな、元大嫌いからの歌詞いただきましたよ。はい、大嫌いという曲でグリンドとエルファバがいがみ合うシーン、社会人生活では避けて通れないクソ上司やクソ案件、これ大丈夫ですかね言って、はい、P 上司や P 案件、どうしようもなく無理だと思ってしまう場面、そんな時ウィギットのエルファバとグリンドの大学生時代のシーンを思い出します。どうしようもなく、いや嫌いの拒否反応から得られる学びもある、最終的にはフォーグッドのように良かったと思えるためにもやってやるぞとパワーが湧いてきます、と優等生ぶって書いてみましたが、 P 上司にこの野郎ピー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 と放送禁止用語たくさんと思ってしまう時のストレス発散にもとてもおすすめです。だから自分が嫌な人と対峙してる時に、大嫌いを BGM にして勝手に、まあ、グリンダぶってもいいと思うんですよ。でも辛いのよみたいな、でも周りがね、どうしたのグリンダって、あなたのこと、あんな子のことなんていいの、あなたは最高、なんでもできるのすごい人まで聞いて、そう、私ってかわいそうでしょって思った上でその人に向き合うのも、ちょっと心の中で私はそれで周りにねいっぱいお友達がいるのよって思いながら話を聞くのもいいかもしれません。まあ、最終的には先ほどねおっしゃっていただいた方もいますが、フォーグッドの関係のように信頼できる関係になるとより良いなっていうふうに思います。まあ一時的な対処法としてもすごくいいですね。続きまして、個室のスイートさんより、アナと雪の女王、夢叶えるなら今日だけなのよ、おお、いいセリフのピックアップ、生まれて初めて、後半の歌詞、アナの全ての思いが詰まったフレーズ、スポットライトを浴びながら一歩ずつ前に進んでいくアナの姿に、チャンスをつかむのも自分次第だと元気と勇気をもらえます、といただきました。ありがとうございます。あれね、三角形の隊列になってアナがどんどん前進みながら言っているセリフ歌詞ですね。これもまた明るい、本当に明るい人生に向かって進んでいくけど、叶えられるか叶えられないかはチャンスっていう日がね設定されてるとしたら、そこに向かって突き進んでいくだけなんだっていう感じのアナの明るさと前向きさに元気をもらう、もう本当に冒頭のオープニングの一番最初のアナの魅力がギュッと詰まった歌詞だと思います。皆さんもね、夢叶えるなら今日だけだぞグノロって思った時は、その曲を思い出しながらズン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 ね夢に向かって突き進んでいきましょう。そんな日があった時はしっかり勝ち取りたいですね。続きまして、ノアさんからアナスタシアいただきました。私ができれば君もできる、気合い入れてやり遂げろ、ランドゥイット、やればできるさより。これアニメしか私見たことないんですけど、アニメだと私にできれば君もできるみたいな、大丈夫そう
てててててみたいなあるんですけど、多分それかなと思いながら読んでおります。合ってますでしょうか。この曲は私も好きですよ。あのアニメだとね、頭の上になんか本とか載せてこうゆら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 アナスタシアが頑張ってるんですけど、その周りのねサポートしてるディミトリとかウラジミールとかも含めて好きです。詐欺師2人ウラドとディミトリが記憶をなくした少女アーニャをロマノフ家のアナスタシアに仕立てるため、アーニャにアナスタシアの家族や生い立ちなどを覚え込ませている曲です。やる気が出ない時にはこれを聴き、アナスタシアを見に行った時の幸せを思い出して気分を上げています。それと同時にアーニャと自分を重ね合わせ、嫌なことでもやればできると自分を鼓舞しています。日本語版は大げんかされていないため YouTube の稽古映像を何度も見ています。そうなりますよね。音源化されていないものはそういう素材をかき集めて聴いていくしか、あの自分のこうね、素敵なあの情景を保管するものがないと思うので、その工夫されてるところも含めて素敵だと思いますが、アナスタシアのねこの曲もね、もう本当にワクワクしながら何かを成し遂げるであったり、ワクワクしながら何か目標に向かってみんなで突き進む感じが楽しくなるし、元気もらえるし、頑張ろうと思える曲かなと思います。ありがとうございます。あの周り歌ってるウラジミルとディミトリ、私大好きです。ごめんなさい、アニメ版の話しちゃって。ミュージカル版も見たいんです。教えてくださってありがとうございます。続きまして、クレイジーフォーユーのセリフをいただきましたよ。まずは個室のスイートさんから I got rhythm。 とにかく落ち込んだらクレフォのこの曲、一緒に働いて一緒に考えて生きているんだって実感してるというポリーのセリフにも、失敗しても得られるものがあるんだなと元気がもらえますといただきました。このリズム、このミュージック、この恋他にはいらないの曲ですよね。私クレイジーフォーユー見たことないんですけど、この曲は知っています。元気になるし、やっぱガーシュインさんのメロディーがねすごくこう印象的な作品だと思うんですけど、全体を通じても予告編を見てるだけでも元気になるんだろうなっていう風にいつも拝見しておりますので、このアイガトリズムね、音楽聴いてるだけでもこう見てない人も楽しい、イコール見たらもっと楽しいんだろうなと思います。ありがとうございます。続いても個室のスイートさんより、頑張れみんな微笑もう、いつまでもどこまでも切り抜けて行こうといただきました。これもすごいこうセリフとしてもいいセリフ、これでも歌詞ですよね。スティフアッパーリップからのワンフレーズ、やる気スイッチを押してくれる好きな曲です。とにかくへこんだらクレイジーフォーユーの曲を聴けば元気になりますといただきました。ありがとうございます。この曲はなんか最後みんなこう椅子をピラミッド状に積み上げて登ってヘイみたいなやる、もうビジュアルからしても元気になる系の歌詞セリフだと思うんですけど、いかがでしょうか。合ってますか。これはですね、私 YouTube で見たことがありますね。やっぱりこう断片的にいい作品ってそういう予告編とかで見てるので、なぜまだ見ていないという感じなんですが、明らかに元気になる歌詞ですので、絶対に再演時には見に行くと誓います。素敵な投稿ありがとうございます。続きまして、黄色いあいつさんからいただきました。黄色いあいつ、ミュージカルの黄色いあいつって何ですか。フランダー、ヤングシンバー、何ですか。はい、クレイジーフォーユーから、頑張れみんな胸を張り、行け涙越えて、頑張れ仲間歯を食いしばり、さあトラブルに別れを告げて。これもわかります。やっぱクレイジーフォーユーって有名な歌詞セリフ多いですね。ボビーの考えたショーがうまくいかず、デッドロックのみんなが落ち込んでいる時に歌われる曲、軽快なガーシュウィンのメロディーに前向きになれる歌詞が気分を上げてくれたり、モチベが下がった時に聞くとやる気が出たりします。公式さんの YouTube に上がっている頑張ろう日本で冒頭部分が聞けます。いつも動画を楽しく拝見しておりますといただきました。ありがとうございます。楽しく拝見していただいているね、この黄色いあいつさん、私もあの公式の YouTube さんを楽しく拝見しておりますので、こう楽しく拝見しているサークルオブライフですね。このセリフは先ほども YouTube で見たことがあると言いましたが、こう頑張れみんな胸を張りって、こう曲調も頑張ろうって思えるような明るい曲調で、しかもどんどんみんなでね大勢で歌っていく感じの曲だったような気がするんですけど、この歌詞とその見た目がマッチしているような演出なんじゃないかなと思って、多分そういう理由でも投稿してくださったんじゃないかなと思っております。素敵な投稿ありがとうございます。これいいですね。歯を食いしばりっていうのも結構クッてこうしんどいけど、涙越えてクッて歯食いしばってトラブルに別れ告げて、結構ビジュアル面白い。胸を張って行け涙越えて頑張れ仲間歯を食いしばり
さあトラブルに別れを告げて頑張りましょう。そしてカホさんよりクレイジーフォーユーから、揉め事、悩み事、また今度、今はダメだ、政治、経済、関係ない、踊りたい、その他は今はダメだ、これもわかります、揉め事のやつですよね。作中、舞台の世界に憧れている主人公ボビーが、母親や婚約者から夢を追いかけるのはもうやめて安定した仕事に就きなさいと言われた時に歌う曲です。日常で何かうまくいかないことがあって落ち込んでしまった時、暗いニュースが続いて気分が沈んでしまった時にこの曲を聴くと、そんなことは気にせずにやりたいことをやろうと背中を押されます。自分や世界に起きている問題について悩むのも大事なことではあるけれど、一人で考えていてもなかなか答えの出ない問いについてばかり考えているよりも、毎日を楽しく生きること、それがまず人生には必要なのだと気づかせてくれる歌詞で、とりあえず今を楽しまなきゃと元気が出てきます。私に今一番必要なことかもしれない。ちょっとね、目の前のこととかなかなかすぐに解決しないことをうーんって考えている時間ももちろん大事だけれども、毎日を楽しく生きることについて考える時間も大事ですね。ボビーに会いたい、ポリーに会いたい、次回の CFI の再演はいつですか？いろんな再演してほしい演目がありますが、本当に今再演されたら見たい演目ランキング1位でございますので、またまた再演のニュースを心待ちにすることにしましょう。そしてロボットインザガーデンからもご投稿をいただきました。ゆいさんより、なくしたもの数え、ため息つくよりもアクセル踏み込みハイウェイを走れ、どんなに迷い傷ついても道は続くよ、未知の未来へいつかきっとたどり着けるさ、地平線越えて先までといただきました。素敵な歌詞、綺麗な歌詞、ちょっと大人っぽい歌詞っていう感じですね。劇の一幕ラストの曲、地平線を目指しての歌詞です。あれこれ悩んでいたり、嫌なことがあってしょんぼりしてしまったり、理想と現実のギャップに耐えられなくなってしまった時も、この曲を聴くと前向きに明日に向かっていけるような気持ちになります。どんなに思い悩んだところで、どうせ明日は来るんだから前向きに行けばいいじゃないと思える曲で、とっても元気が出ます。ロボニワ再演してほしいですねといただきました。ありがとうございます。ロボニワはね、私ちょうど感激、ミュージカル感激をすごくしてた時期からこうパタッと見なくなって、まあ、年に 1,2 回ぐらいしか見ない時期があって、去年の、10月ウィキッドの再演でポンってまたねミュージカルをいっぱい見る世界に戻ってきたんですけど、そのちょうど谷間のところにロボットインザガーデンがやっていて、当時の配信とかもあったんですよね。私見れてないんですよ。なのでこちらもまた再演したら気になる作品になるんですけども、このロボットインザガーデンの最後のね曲、一幕最後の曲拝聴しましたらば、これみんなで歌うんですね。これもまた珍しいなと思って、結構一幕最後って主人公が一人で自分の決心した思いを歌うみたいな曲が多い中で、みんなで歌うっていうのが、これどういう状況で歌うんだろうなっていう部分もありますし、この歌詞自体がすごく元気をもらえるであったり、前向きな歌詞で素敵なセリフ歌だなというふうに思いました。ご投稿いただきましてありがとうございました。ロボットインザガーデン、ストーリー自体も知らないので、また調べたり原作本があったりしますよね、もう見てみたいなというふうに思ってます。ありがとうございます。以上で今回の動画は終了となりますが、いかがだったでしょうか。元気になるセリフ、皆さんが元気になっているセリフであったり、環境が変わったりした時に考え方であったり、そういったところをちょっとでもね、なんかこう生きる上でヒントになるセリフ歌詞があればいいかなと思いますし、次回その作品を見た時にその歌詞が出てきた時に、あの歌詞だってね反応していただけると、よりパワーを吸収できるんじゃないでしょうか。ちなみに私が元気になるセリフは白なまたたでございます。こちらにねあります、この今着てる服がもう小シンバみたいな、最後バーンってやるシンバみたいな色してるんですけど、もうほんと白なまたたっていうセリフ、歌詞はもう歌詞全部ですね、はもう悩みなんて蹴飛ばして生きていこうぜみたいな感じで非常に大好きですし、もうこれからの季節、特に夏場に聞くとよりこうジャングリーな感じがしていい曲かなとも思いますので、うつうつとした気分を白なまたたでティモンとプンバと一緒に歩いている感じで楽しく聴いていただけるのもいいかなと思います。私ちょっとライオンキングね、ゴールデンウィーク行きたかったんですけど、ちょっと行けなくなってしまったので、またリベンジしたいなと思います。はい、今回の動画終了となりますが、皆さんいかがだったでしょうか。また次回の動画が投稿されるまで、毎日をハッピーエンドに、そして楽しく生きていきましょう。それでは次回の動画まで、バイバイ。